萩原つぐみの歌道場です。このチャンネルは主にクラシックの声楽作品の歌唱方法や歌うための発声方法なんかに特化してアドバイスさせていただいております。それでは発声動画の第6弾、前回口を開けて子音2つ練習しました。 S と M ですね、練習されましたか？今日はですね、この言葉 全体のについてといいますか、言葉を吐く上で何を大事にしていくか、ちゃんと理解をして言葉を吐いてるか、言葉の意味じゃなくてですよ、言葉の意味っていうのは普通にね、調べて、翻訳機とか使えば出てきますんでね、それは何とでもできます。そうではなくって、言葉を発声させるためにどのように使うか、体を使うかっていう、このテクニカルの部分ですね、これを今日はやっていきたいと思います。ちょっとね、難しい話になっていくかもしれないんですけども、それが分かって歌ってる人とそうでなく歌ってる人ではもう明らかに違いますから、これぜひともね、一応理解だけでもしといていただければと思います。あとあと、その理解をもとに練習、訓練していけば、だんだんとそのね、言葉を吐く上で勝手に体が覚えていってくれますんで、聞いてみてくださいね。じゃあ、とりあえずそのね、あいうえおに当たる、日本語のあいうえお、五十音に当たるね、アルファベット、順番に、やっていきたいと思います。まあこれね、一応 ABC でいきますよ。アビチとかアベチェとかね、ちょっとややこしいんで、ABC、英語の ABC。これでやっていきましょう。A っていうのはまあ、イタリア語でアーとか、ドイツ語アーね。ですんで、母音ですんで、あまり問題ないですね。今からやるのは子音の話です。次、B です。B ね。B っていうのは、さあ、この子音ですね。BA、BO とかね、この B っていう子音を、体のどの部分をどのように使ってこの子音を吐くかっていうのを口で説明できなくてはいけません。 B っていうのはこういう風に出す、こうやって出すんだよっていう B っていう出し方を知らない人がいたとしてね、こうやってここの部分をこうやって使って、こうすれば B という発語ができるよっていうふうにね、説明できるようにならなきません。できますか？じゃあ答え合わせしていきましょうね。B です。まず、唇を閉じます。閉じました。で、口の中の内圧を上げます。空気ですね。圧力を上げます。こんなふうな口には別にならなくていいですよ。ない圧を上げるという、こういうことです。そして、次にです。声を出しながら破裂させる。これも、ここ肝心ですね。内圧を上げて破裂させるんですね。で、その時に声と一緒に破裂させると、ブッ、ブッ。ね、B、B っていう発語です。これね。子音です。ブッ。O がついて、ボ。いいですか？破裂ですから、そのブーって言ってられないですよね。長いこと言ってるんで、ポーになりますね。要するにこの B っていう発音の仕方を全部説明できなくてはいけないということですね。子音の発音の仕方。次、C です。C は、まあ、何でいきましょうかね。とりあえずイタリア語を最初ね、習われるんで、イタリア語をで、読んでいきましょうか。で、すると、チッ、チッになりますよね。チーです。アビチーですからね。チッ。さあ、このチッっていうのは、どうやって出してるんでしょうか。ご自分で、発語されるといいですね。チッ。どこをどういうふうに使ってるんだろう。ん？この、まず、歯を閉じている。歯はどうなって、歯は閉じている。上の歯だね。そして、舌はどうなっているだろう。うん。歯の裏側で息を何か止めている感じになってますね。で、チッ、チッ。わかりますか？あとこどうなってます？
ないやつ、これもないやつあげなきゃいけませんね。ないやつあげて、舌を一瞬にしてパッと取るわけですね。チッ。この瞬間にチッっていう発、シーンが出るわけです。で、これに準備していた E を混ぜると、チッ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 。ないやつをあげずに、一瞬で吐かないと、シッ、ね、舌で止めてないと、ただの S ですね、これ。ス、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 スっていう S です。S の状態じゃなくて、ここに舌を使って、ちゃんと、はる、ないやつあげて、チ。いいですか？これね、自分で、あ、そうかと。多分発語されているんで、チ、チね。チっていうのは言えてる、歌の中でももう歌えてると思いますんで、ただこれを自分の中で理解できているかどうかっていうのがすっごく大事になります。次 D ですね。さあこの D っていうのはやってみてください。どうなりますか？今日はここまでで終わりますけども、歯は別に閉じてないですね。唇も閉じてないですね。じゃあ舌はどうなってますか？あ、上顎に当たっている。D を吐くときにね。まあ、どのあたりかっていうのはご自分でまあ探っていただければいいです。あ、上の歯の根元、歯茎とこの間ぐらいのところに舌が当たっていて、さあ、ここからです。で、で、ですよ。わかりましたか？理解できましたか？要するに、舌を当てて空気が漏れない状態にしますね。舌をペターっと上顎に当てるわけです。で、ここに、圧をかけるわけですね。内圧を。たとえ破裂させた時に一緒に声を吐く。声を吐くっていうのが大事ですよ。で、で、これを声をなくしてば、て、て、わかりますか？ T と D。さっきもそうですけども、S とか、T と D は同じことをしているんですね。ね、ターも、ターも、ね、トゥ、トゥと、トゥと。で、これに声を、ダー、ダー、タ、タ。今やってるのは母音の A をつけてますから分かりにくいですけども、じゃあ母音の A を取って T と D だけね、やったら、声が鳴ってないですよね。た。それに声を混ぜると、だ、だ、だ、で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 、この違い。さっき B もありましたね。B の時ね。ぶ、ぶ、声を混ぜる。そして、声をなくしたら、ぷ、ぷ、P ですね。声を混ぜるか声を混ぜかないか、後のことは全て一緒で、 P と B は一緒の操作をしているね。今 T と D も一緒の操作、こういうふうにいろんなつながりも見えてきたりもしますし、どの口のどの場所を使ってどのように息を吐いて、声を使うのか使わないのかっていうのをね、自分の中できっちりと理解しておいてください。これは、あと、まあ、さらっとね、シーンのお話もしたいと思いますけども、今日はここまでにしますけどもね。まず、この、ほんのいくつかだけでもいいですよ。ここをこう使って、内圧を上げてるのかとか、この辺が分かってきたらね、ほぼほぼも、他の母音も、分かってくると思います。その理解した上で、イタリア語ね、の歌でも歌われて言葉を吐くのと、それ分からずにただ日本語カタカナ読みみたいなんでね、歌っていうのは全然違うんですよ。息の使い方がまず違いますから。だからその歌の表情とか歌の流れとかにももうどんどん関わってきますので、ぜひともね、まあ今まで難しく考えずに、ね、こういうことかとかいうことだけでも認識しておいていただけるだけでもね、今後の歌にもう明らかに変わってきますんで、少し練習してみてください。はい、以上、今日のワンポイントアドバイスはここまででございました。
私はビバオペラというオペラ団を主催しております。で、毎年公演をしてきているわけでして、オペラ好きのね、声楽家の方が集まって、滋賀県の大津市内で主にですね、大体練習しています。金曜日の夕方6時から9時です。ご興味のある方はぜひともね、見学など、概要欄にもね、一応詳細も書いてますんで、見ていただいて、見学だけでも来ていただければと思います。楽しくやっておりますのでね、ぜひ来てください。ではここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったな、ためになったなとか、少し面白かったなと思われた方はチャンネル登録またはグッドボタンをよろしくお願いします。それでは次回動画でお会いしましょう。さよなら。